東京40マイル。出荷後、次の芝生を生み出す最初のプロセスです。一体どんな風にして始まるのか、想像しながらご覧ください。今ご覧いただいている作業は、芝生の外を切り出した後、冷気で表面を清掃しているところです。こんなシーンもなかなか見ることができないですよね。僕らみんなが見てる前で、みるみる綺麗に清掃されていきます。大体一連の流れ で、はい、あの出荷後の、はい、まあ、掃除、はい、して、まあ、これからまた新しく芽が出ての繰り返しです、ね、繰り返しです、はい、まあ、ここから肥料をやって次は、はい、肥料をやってこのうちをこうしないです、もうこのままです、これはこのままだから、はい、あの8年サイクルの中の2巡目、はい、3巡目っていう、はいはい、このままで生えてくるんですね。そうです。このまま掃除して、てね、はい。これで今みたいに整地して終了っていう感じ。そうですね。もうこれ掃除 したじゃないですか。で、うん、次にまあ肥料をやったり、うん、で、まあちょっとある程度あの私があればローラー転圧したり形で、はい。ここからまた再生されるそうですね、はい、だから我々は本当今までこの殺菌がたまんないんで、この場合は、ね、毎年切ってるんで、そうだ、殺菌とかっていうことがね、あんまりこう、そもそもね、関係ないっていうか、そもそもオールリセットですね、そうです、はい、はで根だけ残るっていう、はい、この下に根がこう、北北系だけ残ってるって、はい、ランナーが残ってますよね、残ってますね、はい、本当だ。これがまた復活してそうですね。復活して出荷できるぐらいの、はい、約1年ぐらいで、1年でサイクルで、はい、今切ればそうですね。9月、まあ、10月ぐらいには仕上がるんじゃないかなっていう感じですね。すごい。そっととして切り出しているのは芝の本体、地下ほふく系ライゾーム層の地表に近い一部のみです。そっとを切り出した後も土にはライゾームが残ってますんで、そこから繁殖してまた1年後には出荷できる状態まで生育が進むそうです。まさに芝の本体、根にあり。一度芝床を作ったら8年ぐらいは繰り返し出荷繁殖出荷繁殖を繰り返すそうです。まさに今ゼロの瞬間ですよね。前のオールリセットしてクリアして、すごい。こちらが出荷から1年近く経った圃場です。そう、もう1年、丸々1年経ってます。こんな状態になります。ここは出荷したのが去年の5月、撮影したのは3月2日、休眠がやっと明けるかなという頃なんで、この生育去年の数ヶ月のうちに、秋までの間にここまで芝生になったということです。あのゼロの状態からすごいですね、芝の繁殖力。さあ、そしておおむね8年に一度というふかふかの床土を作って芝を植え付けたところを見せていただきます。これが植え付けた後の、あ、植え付け後、はい、植え付け後、これランナー巻いてある状態、はい、これ野芝なんですけど、ね、はい、あ、これあった、はい、まあゼロっていう形ですね、はい、でこうちぎって外をちぎって、まあ取り水をちぎって、こう植え付け、雑学は知らなくてもいいけど、知っていたらあなたの芝生作りが、はい、もっと楽しくなる。チャンネル登録お願いします。メンバーシップではさらに僕の学びの現場の裏情報も共有しています。土作りをした上でロータリー、トラクターでロータリーかけて、で、線をこう小さい機械で線をつけて、その中に芝をこうちぎって植えていくような感じですね。手作業、手作業ですね。これ全部手作業でやる、はい、そうですね。我が社の実習生なんです。あ、よろしくお願いします。お願いします。今からご覧いただくのは
芝生作りのゼロ地点。1回ぐらいあるもう完全な、そうですね、はい、入れ替えの時ですね。もう畑も何十年続いてる畑ですから、はい、で大体7、8年に1回ずつ、ちょうど今年のだから先月新しく更新して、ええ、固定して、ですから切った後ロータリーかけて、それで肥料を入れて、はい、で土壌改良しといて、で植え付けをやったっていう形ですね。でこれをまあこれこの状態だいぶデコボコしたりふかふかしてますんでね、でこれがだん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 こっちのようなターフになりに従って何回か低圧をかけていきます。最初は軽いローラー300キロ500キロのローラーで軽く手押しのローラーでかけて、でそれをやりながら成長の度合いに応じて、それで最後の切り出しの時に先ほど申し上げましたように平らにしなきゃ製品化、はい、製品した時に見栄えが悪いし、いい製品ができないんで切り取りが、うん、ですからそのために大型のコンバインドローラーっていう先ほど見たやつがね、振動をかけたりして、うん、それでこう平らにした状態で均一な、外型で均一な製品を切り上げていくっていう形ですね。ちょうど1年後にはこれが来年のですから春には切り取りでき、刈り取りできるっていう形です。はい。あ、じゃあ最初のその転圧、まあ出荷のためのが来年入る、ね。そうですね。はい。その製品出荷のためにかけるコンバインドローラーっていうのがこれです。ローラー気になってたんですよ。ローラーはもうちょっと古いんですけど、はい、使えるうちは使うということで、うん、はい。あれ通常はあまり使わないんですか？いや、使います。やっぱり今からの時期とか。には要は畑がこう霜で持ち上がっちゃうじゃないですか。あ、それをやっぱり春先にローラー低圧して、うん、要は地盤を硬くするという作業を、まあ、ローラーでやるんですけど、冬に上がったやつをちゃんと地面につけるためにローラー入れて、はいはいはい、あとは霜を新規で、はい、まあ、うちらでいう更新作業みたいな感じの時、新しくゼロから作った時に、はい、最初はもう軽い500キロぐらいのローラーで踏んで、その後こう大きいローラーで踏み固めるっていうのが、うん、どうしてもやっぱり大きい作業機うちなんかは特に入るんで、要は輪立ちができちゃうんですね、はいはいはい、要はタイヤの跡が。なるほど。そうすると、まあ、今から見てもらうんですけど、ソフトカーターで切るときに下がやっぱりボコボコしてると、うん、こうなっちゃうと、やっぱり下の刈ったところが平らじゃないっていうのと、うん、ちゃんとバンにならないんで、なるほど、でやっぱりこのローラーはやっぱり必要ですね。はい。今キー君聞いてた、あれ軽い500キロのって言ってたでこれはもっと重いってことですよね。4トンですよね。4トン、はい、あ、ここましてはこう、はい、今ヘルメット飛ぶんだけど振動をかけながら、振動なんだ、でも半端ないですね、先にこんだけ下がるんで、うわー、ほんとだ。そうするともう全然硬さがすごい、ほんとこれ今のこのあれで下がったんですよね。はい、こんだけやっぱり持ち上がってるんですよ、この冬で。ああ、そういうことなんだ。すごい。いや、今のこれをだから今回一度植えたら、まあ、次からは出荷した後は自分で生えてくるて、ね、そうですね。まあ、芝生は強いですから、こういうランナーがね、一部台も入っていればいいんですね。で、これが、匍匐形ですから、うん、はい、これがだん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 こう張っていくわけですよ。匍匐ですから。うん、どんどん張っていって、はい、で石管からヒゲ根が中に、土の中に入っていって、この上のランナー、はい、まあ、ランニングですからね、はい、ランナーが走っていくわけです。どん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 。で、交互にネット状になってきますから。はい、で、ターフって言うんですけど、はい、芝生のターフを形成していくということになります。その一番最初ですね、はいはい、こういうふうにランナー縦に刺していく
感じなんですか。横にやってるんですね。で風吹いたりなんかしてだん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 少しずつあの上の土が飛んでたりしますから、また一部入ってれば、問題ないんで、そういうことか、はい、そうだよね。浮いた状態ではだいぶ被ってます、まだ。だん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 こう風吹かれて、飛んだりしてますんで。それでこういうふうにこう、出てきちゃうんですね。一部入ってればね、でも大丈夫ですから。土の中に入ってれば多少は。でもこの状態で1シーズンで出荷できるまで行くんですね。行きます。あで1年後の姿を隣ですから。あ、これが1年後。はい、これで、まあ1年弱ですけどね。で手前とあれで、まあ、最初はあの、はい、最初の段階はあの、まあ、半年から6ヶ月7ヶ月ぐらいの状態に、まあ、まずこれよりちょっと荒い状態で土が見えたりして、はい、荒い状態になってきて、それでだん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 、まあ、向こうが完成期に近くなるようなああいう完全なターフになっていくという形ですね。まあ同じ畑でもちょっとあのまばらなところもありますのでね、これが完全にターフになってあの出荷できるような状態になるためには、まあ、丸々1年、まだこれは丸々1年経ってない、経ってない、だからさその状態から、でも1年経たずでもうこのぐらいになっちゃうんですね、ゼロに、あの刈り取ってからってことです、はい、出荷してから、はい、あ、そうです、出荷後の1年、はい、だから回復してこうなってるってことで、はいはいはい、でも考え方としては、この状態がこれになりますから、はい、なると、ええ刈り込みとかはいつぐらいから始まるんですか、今この状態で。これですと大体まあ、6月7月ぐらい、はい、あ、その頃にはもう根付いてる、要はあのマリモじゃないですけど、ポコ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 なってくるので、それ残しとくとやっぱりこうあのやっぱり段差できちゃうので、それをもう最初はやっぱり買って、あ、最初はその塊を崩すようなイメージで買っていくんですか、はい、そうそう、横にどんどん広がるんで、なるほど、上に行けなくなる分横にこう横に、はい、マリモ状態のお話が出たんで補足ですけど、ご覧いただいている画像は芝生の管理革命の著者小倉義光先生からいただいた新種の完治型芝、分けていただいて東京40マイル秘密基地で実証実験中です。最初はこのように葉を長くしてこんもりとマリモみたいにして置いておきます。根を張るにはエネルギーが必要なんで、ある程度葉の長さを長くしてしっかり根付いてから刈り込みを始めます。十分に根を張った芝だからこそ刈り込みによって横へ横へと伸びていく。はあ、そっかそっか、だ縦に綺麗にマリモみたいなのがポコポコポコってだそこまではしっかりと根張らせるんですね、はい、まずは、はい、これちなみにあっちのロータリー入れる場合に床戸ってどのぐらいまで耕すんですか。深さは30センチぐらいですね。ロータリー幅がやっぱ30とかそこら辺ぐらいしかロータリー詰め入らないんで、うん、まあでもマックスは、はい、まあその前に水はけが悪いところとかあれば、うん、まあ、プラウとか、まあ、コアの、要はバーチカルで、はい、菅野のコア抜きで下の岩盤を抜いていくような、あ、抜くんですね、はい、そうするとやっぱだいぶ水はけも変わりますね、はい、でもどうしてもやっぱ低いところは先ほどもお話ししたんですけども水溜まっちゃうんで、場合によってはエンジンポンプ、ヒンガルポンプ使って、うん、オーガーで穴開けて低いところに、ああ、でそれを、まあ、水をこう流しちゃうっていうこともありますけど、まあ、ここ最近集中的にね、あの雨がダーッと降るときなんかも本当に水みたいになっちゃうんで、まあ、意外とすぐ浸透してくれるんですけど、ええ、どうしてもやっぱり場所による、まあ、場所によるんで、よるんですけど、なかなか水引かないところなんかは、まあ、強制的に人間の力で水を抜いてあげるみたいなことはしますね。筑波って下の土壌って何なんですか。筑波下の土壌は、まあここら辺は2メーター、1メーターから2メーターの下は粘土層が、あ、粘土なんですか、はい、多いですね。あとやっぱり、まあ、ここら辺はすぐもう2メーターとか掘ると水がどんどん湧いてくるような感じなんで、水は多分下に豊富に、あ、そうなんですか、はい、すぐ水が出てきちゃうような感じです。下にある、あ、火山灰が、ね、富士山の火山の時にもだいぶこっち来て、関東平野はそうじゃないですか、こっちもそうですか、ね、筑波もそうですよね、はあ、大昔は下はじゃあ火山灰、そうですね、火山灰土壌ですよ ね、 基本的には。素人的な質問なんですけど、例えばここをじゃあ今度野芝が売れてきたから野芝に変えようってなったら、はい、一回全部やっぱり出荷した後、そうですね、出荷した後に、カラスでしょ、その、まあ、また芽を出して、
まあ、皆さんご存知のようにラウンドアップとかを、まあ、2回から3回かけて完全に枯らしてからじゃないと、まあ、したら高麗か野芝だったら更新とかできる、まあ、はい、そこまでシビアに考えなくてもいいんですけど、野芝から高麗の後なんかは特にやっぱり混じってきちゃうんで、やっぱ一番避けたいのはやっぱり周りに、あとやっぱり姫高麗なんか植えるときには周りにそんなに野芝がないような畑を選んだりとかじゃないと、やっぱり周りからやっぱ種が飛んできて、ランナーが飛んできてそれが入って、まあ、混ざってきちゃうっていうようなことが、はい、水だけやっとけみたいですね。だからこういうメディアがなかったじゃないですか、はい、ですからやっぱり斉藤さんのねとかこういう形で皆さんの活躍がどんどん広がってくればすごくね、やっぱり芝をやるために無駄にならないし、はい、勉強になって、やっぱりプロのアドバイスじゃないですけどそれに近いアドバイスを得られると思いますんでね、すごくいいと思います。この活動をどんどんね広げてもらって勉強なんで、芝のそっとは生き物だっていうことを正しく世の中に広めてほしいっていうエールがありました。毎日が勉強で、ちなみにこの状態で除草剤ってどうするんですか。は今行くと畑に置いてあるんで、ああ、はい、これでもできるのがあるんですか。植え付け状態、あ、これだとやらないですね。これだと手押しで車輪つけてやるときもある。赤ちゃんの時には赤ちゃんの時はやんないですね。どんどんやんないですね。まあ、草が目立ったらやる感じで、うんうん、今はやっぱり耐性がないですからね、薬剤に対してね、うん、枯れちゃうと、まあ、そうですよ ね。もうちょっと根付いてから、そうです、活着してから、活着を見てからです、ね、まあ、新芽が出て、はい、たぶんでも万太郎さん言ってるのはあれだよね、この状態でむき出したから雑草もいっぱい生えてくるんじゃないですかと。この先の時期になったらもうどんどん生えてくるんじゃないかなって。梅雨にはもう生えてきますよ。そうになっちゃいますね、場所はそれでしょうがないんですよ、うん、ダブっても雑草も生えるし、雑草生えるってことは芝も成長してるわけですから、でその中でだんだん除草剤をまず弱いやつからかけたり、あと手取りしたり、大きいのは手取りしてくるという形で、ちょっとこの広大な敷地、芝の赤ちゃんがしっかり根付いて活着するまでは除草剤は使わず、必要に応じて手で雑草を抜くそうです。水を入れてきたんですけど、はい、でターフマーカーで、これ一回もオリジナルで、あ、これそうなんだ、はい、完全にオリジナルで、車から降りないでも全部仕事できちゃうっていう感じで、芝が活着する6月頃から必要に応じて除草剤散布に使う専用マシン、これは塚本さんが作ったオリジナルだそうです。機械の全ての操作を運転席からフルコントロールできるように作られているマシンだそうです。今回は見学会のために除草剤ではなく水を入れて実演してくれました。横から出てる泡はマーカー、こうやって泡を置いていくことでどの部分に薬剤を散布したかが目視できるそうです。アイデアですよね。この泡の正体は、はい、普通の家で使う洗剤、海藻元で売ってる一番、はい、5リットルとかで何百円とかで売ってる、うん、こういうやつをこの バブルマシンってやつにこう入れて、まあ、この機械自体は丸高さんっていう、やっぱりこう機械を作ってるのがあるんですけど、はい、このやっぱりスプレーヤーにつけてる機械を、まあ、メーカーに確認したら、まあ、この部品出せるよっていうことだったんで、うん、これとこの防水式溶剤をつけて、これをまあ泡にしてマーカーって形で、あ、マーカーのためにわざとこうやって点々点々って巻いたところ分かるように、はい、まあ、その他にもいろいろなやり方があるんですけど、カラーランドとかそういうのを使って青く芝畑を色付けちゃうっていう方法もあるんですけど、どうしてもやっぱすぐに出荷とか、うん、そういう時は青い液体がやっぱりなかなか落ちないんで、そういった感じなんで、普通のもう市販のこれに入れて2345くらいで、これは極薄なんで芝生には影響ないぞ。ない、はい、うん、これタイヤ後ろ太くしてるのはやっぱり重量ですね、はい、わだち対策で、ああ、なるほど、はい、
あ、そうか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 、細いままだと、はい、なんか分散するようにですね。すごいな、うん、車大好きだな。バレバレですね。芝原田の置いてありますからね、これもうまい円ですからね。不動産に置いてあってもうまい円の薬。そうです、だからこれもう1000リッターなんで100グラム2袋入れちゃうんで、あ、ボンボンで、はい、あとは水入れとかに、そうですね、タカオの乗せたで、結局バルブですね、中で出したり止めたりの、ああ、はい、すごっ、こう入ってから後ろ回ってるんです。そうですね、はい、へえ、全部オリジナルで、オリジナルだ。あ、これすごいな。へえ、これは絶対外に降りないっていう、はい、そうですね。でナンバーは芝っていうことで、芝ですね。芝だなと思って見てた。つくばで芝っていいですね。つくばナンバーの芝。さて、気になる刈り込み頻度について聞いてみました。だいたい6月頃からは月に2回芝刈りをするそうです。つまり葉がしっかりと伸びてから刈るっていうことで、この点が密度を濃くすることが目的の家庭園芸芝生と、根っこを出荷することが目的の芝生生産事業者さんとの大きな違いだと思います。蝶芽が十分に伸びる期間をしっかり取ることで丈夫な根を作る。長く伸ばしてから刈り込むとなると芝刈り機にも高負荷がかかります。一体どんな風にしてるんでしょうか。今からお話を伺います。あ、LM180 ですね。LM180、はい、180ってのはこれあれですか、刈りの幅を言ってるんですかね。一番、はい、のは向こうとなって、これがノーマルですね。あ、こちらが一般のバロネスのノーマルの機種なんですね。これがノーマル、はい、でこちらがつくば仕様、はい、つくば仕様、つくば仕様、生産向けの、生産農家向けで、はい、どこがノーマルと違うんですか。はい、まず一つは大きく違うのがエンジンですね。やっぱりエンジン、はい、エンジン、こちらもやっぱりこう何台もあるっていうのはやっぱ機械なんて壊れるんですね。うん、だからあのシングルって言って、我々シングルって言ってるんですけど、あれも随時5、6台、やっぱそれだけみんなでこう剥がりする時もあるんで。シングルっていうのはですか。手押し LM80 ですね。 LM80 のあっちの手押しタイプのやつですね。はい、はいはい、で大体これ、まあ、2台と、私のインスタグラムとかで持ってるより今1台まだ機械屋さんの方でメンテナンス出してるのが1台あって、うん、随時これは3台、まあ、予備で、予備で、はい、でまあその違うのがエンジンと、まああとこれですね、先ほど言ったように、うん、これだと抜けきんないんですよ、芝が。ターフがこう、あのカットした刃が、はい、まあ、ここに詰まっちゃうってやない、詰まっちゃう感じで、あ、はい、あ、刃がなんか刈り込んだ刃が長いから、はい、そうなんですね、巻き込んだ時に詰まっちゃったりするんですか。はいはい、これがこっちは広げてある。そうです、こう上をもう立ち上げみたいな、上にこう、そうですね、立ち上げて。あ、本当だ。あ、違う違う、ここが、そうですね、本当だ、立ち上がって、これ普通はこうなって降りてるんですね。あ、これ、あ、これがだから、そっか、補助用のオークションとか CI の工期で、つくば仕様っていうのはバランスさんにやってもらえる、それともこっち後から、そうですね、ゴンカラーの機械屋さんのも行くんですけど、うん、私たちのこうニーズに合わせながら、うん、それをこうやってくれ、ああやってくれって注文して、うん、ということで、つくばの芝生生産を支える農機具のメンテナンスと、つくば仕様への改造を手掛けてくれる腕利きのメカニック富永機械さんを訪問しました。この機械8割全部芝の関連する機械なんで、これが今整備中なんですね。ここでだからつくば仕様をやっていただいてるんですね。ここでつくば仕様に、うん、あ、一応あ、僕もたまに見てる。入ってるんですよ。すごい。何でしたっけ、アカウント黒マッツか、はい、なんかだったと思う。ですよね。すごいな。気分が伝わりやすい。ちょこちょこ見るだけは見てる感じで。うちは、ミニーさんです。
すみません、よろしくお願いします。ミニーさん、俺全然あのライブ中継と全然こうイメージが違ったんで、いつもミニーさんこうやってこうチーとかってやってるイメージがあったんで。富永さん、なんとみんなの芝生広場のメンバーだそうです。別荘みたいなところどこなんですか？ログハウスみたいな撮影場所は。やっぱ広めていかないといけないなって。はいはい。民泊。あ、そうなんですか。これリール式の本研磨の機械だ。長野ユースタの青木さんとバンハードの高橋未来さんからレクチャーいただいたんで、この辺はもうすごい興味津々です。これ二番取りだ。この今光ってるところを研ぐ機械なんですけど、これはもう研ぎ終わっちゃった感じ。刀だ。あとはこの刃の数もこれ5枚なんですけど、生産芝は大体5枚で、あの養生芝って皆さんがこうねやってる芝なんかは枚数多いかもしれないですね。7枚とか9枚とか、ゴルフ場のグリーンなんかは11枚とか、っていうと、あの例えば時速、例えばですけど1キロであるって、あの刃の回転が1回転して5回切れるのと、あの11回切れるので、その密さが、あの綺麗さがね、仕上がりが綺麗なのが刃数多い方が仕上がり綺麗で、クリップ率が変わる。速度とその回転にね、同じ回転でも、そうそう、そういうことです。波ができない、細かく言う。そっかそっか。だんだんあの大友にも流れがいっているような感じのところもね、あると思うんですけど、一応こういうリールモアに関してはそういう、あの刃数が多い少ないで、生産芝の場合どうしてもあの伸びちゃうので、長さが伸びると、あのこうこの間に入った分しか芝って枯れないんですよね。そうするとこのピッチがこう細かいと長い芝枯れないんで、ほんでわざと5枚が使ってますよね。仕上がってるやつ。そうそう、これはあのこの今光ってる部分が、このが大事なんですね。この黄色い塗ったところより、本当に刃先。刃先。こう研ぐのがこのこっちの機械。量的には少ないところなんだけど、精度的にはこっちの精度ないと研げない感じ。やっぱり切り味を試すのは紙なんですか。紙です。そうそうそう、こんな感じで、5枚全部気持ちいい。そう、どこやっても5枚こう、こうやっとかないとね、塚本さんにあのお金もらえないんで。こういう感じで、どこ切っても5枚で、こう手で回して軽く回る感じでね。もう筑波の補助のマシンはほとんどここでチューンアップする。ほとんどってわけでもないですけど、はい、そうですね。ああいう改造ポイントとかは、あれどうやって決めていったんですか？あれはだんだん試行錯誤ですか？そうですね、試行錯誤でこう、うまくいく時もあるし、あのやってもなんかあんまり変わらない時もあるし。アイデアは私たちが出すんですけど、こんな感じでできない、こんな感じでできないってアイデア、それをいつも形にしてくれて。さっきの除草剤の機械もそうなんですけど、あのこれはロボットの人に作ってもらって、もうポンプ設定とか、もうあとはもう粉工一つ、もう大きさも全部計算、要は毎分何リッター落ちるとか、その計算式があるらしくて、そういう、あと何面がパスカルなとか聞いたことないような色もあるんですけど、そういうのでもう全部計算式があるっていうことで、圧力から何から全部をちゃんと狙い通りになるようにセッティングしていただけたら、チューニングショップですね、まさに、はい、もうチューニングショップです。この天巻きはここに刃をセットするんですよ。そこですね。でこれで刃を回しながら、これで研磨こうやってあげると、回すこっちをで、あれこれ、そうなんです、これでね、これで、はい、刃を回転させるんですよ。回転させながら、あ、ぐる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 って回った状態で、そうそう、シャーッと当てていく。そうすると深淵ができるから、だからこう研ぐ部分はほんの少しなんだけど、こういうかっちりきっちりしたこう機械じゃないと、その精度がちゃんと出ないですね。いや、すごい。これはもう専用のマシン、ね。そうなんです。今川亡き土屋っていう日本の
土屋製作所。土屋製作所って書いてあ、日本製であったんですね、こういう。ありましたね。今じゃ研磨機作ってるところは国内ない。国内はもうなくて、あのこれだの、なんだっけ、ビッグサイトじゃなくて幕張。はいはい、幕張。うん、あそこでもあのバロネスのコーナーでもバーハードでしたもんね。バーハードいましたね。バーハードだ。うん、高橋未来様ですね。僕だからバーンハードを先に知って、うんうん、で円筒研磨学んで二番取り知って、はいはい、で今日ここにいるっていう。あ、こっちが多分もう元なんですよね、うんうん、本当の。あのもしこれの動画そのうちあのね、ちょっとフィフォーにあげておきましょうか。あ、それがもうぜひぜひあの作業シーンを上げていただけたら嬉しいですね。つくばはやっぱりあれですか、皆さんちゃんと本研までやります、ラッピングとかじゃなくて。ラッピングはそうっすね、うん、間のこう研磨するまでのお手入れって感じですよね。つなぎでやるけどデメリットもあるしと。そうっすね、そう踏み切んないっていうかね、ラッピングで正解なんですよ、うん、ただラッピングやりずっとやってると刃がだんだん合わなくなっちゃうっていうか、こう先っちょのこう三角、三角がこうだんだんこう四角になってくるじゃないですか。そうなってくると削れないんですよね、ラッピングだけでは。うん、そうなったらまたこうそこ落としてあげて。でも落とすにしてもラッピングだいぶ進んじゃうと今度落とし幅が大きくなっちゃうよね。だから、まあ、全体 の寿命は大きく縮んじゃいますよね。そうですね、うんうん、だからラッピングで飛ぶところはこの今光ってるこの本当の刃先先端部分、うん、この部分ですよね。よく読んでない人もいますけどね、よく読んでないのに答えて、あ、ごめんなさい。ラッピングでこう飛ぶわけなんだけど、うんうん、これが本研磨だとこう、ある程度鋭角になるんですけど、はい、そうするとやっぱり変なのが早いのは早いんですよ。合うのも合いやすいんですけど、はい、でそのいいところのバランスでこう、うん、また研磨かけてあげてね。寿命と切れ味とのバランスで絶妙なタイミングがあるんですね。そうそうそう、あんまりラッピング期間長すぎると今度本研磨の時削れが大きくなっちゃって、そうですね、うんうん、あ、うん、で実際こうラッピングする時間がだんだん長くなったりするんですよね。あ、うんうん、でもその代わりいいところは刃の形が崩れづらい、うん、だからちょっとなんか物に当たっても狂わないで、薄い場合狂っちゃったりするんですよね、うんうん、なるほど。運命じゃないですか、運命。ここは直った、直した、上は全部直れた。ここだけ、あ、もうこれ今もう出てない、出てない、ここだけないんですよ。あ、これが腐っちゃったらこれは作れないんですよ俺。なるほど、上は全部直せたけど作れない上に来れなかったら使えないですよね。だから俺も引っ張るだけしかできないので。ああ、しかもね、これ新しい感じじゃないですか、これ。これくださいって、あ、くださいの相談。こっから石井先生の大フィーバーが始まります。売ってくださいって。そうか、手に入んないんだもんね。手に入る。これ、いや、こんなところに乗ってたらやっぱり。いっぱい。本当欲しい人から見れば宝物ですからね。この写真、このシャツで上は直してたんですよ。これを直して溶接したんだけど、溶接、俺の溶接じゃもう穴開いちゃうんですよ。いっぱいあるから。パッて見てるから。これは斉藤さん、斉藤さんかわいそうでしたよね。斉藤さんちょっとでも押してあげたかった。ね。これをつければうちである、うん、あのリールでこれが常用になるんですよ。うん、そうなの。あのあれ、手押しのやつが。手押しのやつが。これをつければ出力ついてるから。でこれずーっと試してるんですよ。なかなかこれも出ないんですよ。ああ、それでそっか、そこに座れるんだ。座れるから。常用になる。なるほど。いや、もう、ね、俺にとってはお宝、お宝の山、ここにあったかって。ここにあった、いやいや、ないんですよ。あ、本当ですか。ここで一番先生が熱くなってきた。まあ、探しといてみます。大丈夫なやつをね。はい、昨日も下だけあれば、そこの上は全部、ね、
部品を全部直した。はい、わかりました。よかった。思いを伝えられてよかったですね。みんながあっち見てると、よーうわーってなって。だってどんだけ苦労して、こんなに興奮してるけど、名刺忘れてきちゃった。ここがチューン、チューンナップの駅。チューンナップ基地がここにあった。ね、ここでいつもカスタムしてるような、うん、カスタムとか整備ですね。そうそうそう、やっぱりみんなこう相談乗ってくるんで、うん、でやっぱりこうまあ、あくまでも仕事と、まあ、付き合いだもあるけど、やっぱり年に1回ぐらいは、うん、情報交換でのお酒の場も作って、相談乗ってくれるんで、で、自分がやることに対してすごいやっぱ協力してくれるんで、やっぱりいい、自分がやっぱ機械好きで、うん、何でも部品だけ、社長からも、社員さんからも。はい、富永です。ありがとうございます。よろしくお願いします。40倍3倍。ありがとうございます。よろしくお願いします。よかった、思いを伝えられてよかったですね。塚本造園土木さんのご厚意で実現した芝生生産現場の見学会。芝生が生まれるところから出荷するところまで、その全てのプロセスについて教えていただきました。芝生生産は命を扱うお仕事。出荷される一つ一つのソットは大切な芝の命が詰まっています。店頭に芝のソットが並ぶとき、ご覧のように芝の命だっていうことをよく理解して、直射日光を避けて呼吸できるようにして積んでいるホームセンターなどと、流通過程で物として扱われて干からびて枯れてしまったり、蒸れて弱ってしまってるソットも多々見かけます。生きた芝のこと、もっともっと広く世の中に知ってもらうことで、より良い芝生社会は作れるんじゃないかなと思います。塚本造園土木の3代目塚本さんは、芝生生産現場から YouTube チャンネルで、なかなか一般の人が見ることができない芝生生産現場の日常を配信してくれています。より多くの芝生愛好家、芝生関係者に見ていただけるように、チャンネル登録拡散よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。ではまた。雑学は知らなくてもいいけど、知っていたらあなたの芝生作りがもっと楽しくなる。チャンネル登録お願いします。メンバーシップではさらに僕の学びの現場の裏情報も共有しています。